では次とこわもての保護猫ラッパーやっていきましょう。はい、いくで。こわもての保護猫ラッパーっていれはなんだ。ようチョイスしてくれた。上流が言わんかったらうちから言おうと思ってたところや。おな依頼人は、カツオっちゅうラッパーでな、見た目は超といかついんやけど積極的に保護猫活動とかしとる人なんや。野良猫の面倒見たり里親を探したり蒼天堀界隈の猫を広く世話してくれとる人なんや。やけに詳しいな。あんたも猫が好きなんか言うてなかったっけ。でカツオは格闘技にも覚えがあってな、一遍喧嘩しとるとこ見たことあんねんけど腕前はかなりのもんやった。あんたのチームに縁やないかと思ってな。なるほど、あんたの推薦な期待ができそう。それじゃあ頼むわ。カツオはいつも門左衛門筋東らへん路地裏の猫に囲まれたで猫に囲まれてんのか。やっていきましょう。こわもての保護猫ラッパー。あ、いたわ。ほんとだ、猫がいる。あそこにいる男、あれはカツオか。なるほど、見た目は確かにチンピラ前としてるな。あなんだ、どこのもんだこの猫たち。何なんだ。待って、俺がヨーガーのあんたの方で。あら加速戦闘。ちょっと待って、HP 高くない？よし、オッケー。早速絡まれたんですけど。俺は上流、赤目からあんたを紹介されてここへ来た。赤目さんがそうだったのか、そりゃ失礼だった。赤目さんとは猫好き仲間だ。やはりあんたがカツオだったか。評判通り格闘技の大した腕だったぜ。その腕を見込んで俺のチームに加わってもらいたいんだか。勧誘ということか。ありがたい話やが悪いがそれはできない。俺がここを離れるとこいつらが大変な目に遭ってしまう。あらかわいいねこの猫たちが。今この蒼天堀にここはない連中がいる。やつら野良猫はエアガンの標的にされる。それは許せない。だから俺は毎日見回っている。そして弱っている野良猫がいればここへ連れてきて餌をやっている。野良猫の方なら赤目頼めるんじゃねえか。そうだな、俺も彼女なら安心だ。だが野良猫をいたぶる連中の方はそっちは俺が引き受けよう。そいつらを見つけ出して二度とそんなことしないようにしてくる。できるのか、任せとけ。あんたは引き入れるためじゃなくても俺は昔からそういう連中は気に入らない。ありがとうな。どこにあんのそんなやつ。とんでもね。あすぐ近く。何か所かいるんだ。いたわ。猫。ほら、石が嫌なら、上手に逃げない。今すぐやめろ。さもなき二度と石を逃げなくしてやる。動物いじめるやつ、どんなメンタルですねえ。あれでしょ、言葉もわかんないから何やってもいいと思ってるんでしょ。死んだ方がいいよ、ほんと。よし。すいませんでした。もうこんなことしないでこれで勘弁してください。あともう一つあったね。もう一箇所いたわ。何見とんねん。さ俺らお楽しみ中なんや。さっさとどっか行けやクズ野郎どもが。あるか。野良猫におろされてた連中にはきつい気を吸いて。ありがとうな。何また。さっきのやつやじゃない。おカツオ、ほら今日も寂しく猫の世話か。金も出んのにご苦労なこっちゃな。覚えててくれたとは声やな。ラップバトルの大会でお前にケチョンケチョンにされたダサ坊でさ、お前たちは猫をいじめた。なんだとどういうことだ。どうもこうもねえだろ。お前が猫が好きっちゅうからあんさ若いし雇ったんやろが。そんなことのためにお前ら正真正銘のクズだな。やっていきましょう。もちもち村。あ、カツオさんも戦ってくださるんです。クズ野郎どもね。よし、あと1人って終わったわ。いいお許しよ。文句はな、直接来い。俺もカツオもいつにも受けてんだぞ。だからニオと野良猫に手出すの真似はするな。すまないお前たち、俺のせいで危険な目に遭わせてしまった。けどもう安心だって言ってるぜ。そうか、そうだといいな。ジョジョさん、あんたに心から感謝してる。あんたのためならどこへでもついていこう。おお、来たカツオさん。レペゼン蒼天ぶりのラッパー。ちょっと待って、レペゼンって。猫の世話とバイトのライフ。ダンスが俺のファイトスタイル。回り折れないカッターナイフ。敵が多いと怖がり。それでもビビってない限り傷ついた味方を癒すコーディリック。ライクアイスティー。おお、ちょっと待って、これヒーラーなんですか？すごい、味方全体の体力を大きく回復し続けるだって。リジェネじゃん。ありがてえな。この人多分絶対強いぞ。あ、で、じゃあこれいきましょうか。ハンマー男を解き放て。やっていきます。ハンマー男を解き放て。この依頼なんだ。上流、この前キャスターの地獄チームランブル用に上流会を結成したやろう。そんでスカウトしたメンバーを探してる思ってな。赤身ネットワークが蒼天森のチリ一つ見逃さずに情報を収集したんや。そしたら布川中作業員がヒットした。そしたら強いのか。もちろんや、日々の重労働で鍛えた肉体が振り下ろすハンマーはコンクリートを軽々と打ち砕くそうや。まあそれが仕事だから。ばっちり頼むで。いや、深川か。深川は湘北一番の工場現場におるはずや。他に取られる前に唾つけたらええで。ハンマー男、ハンマー男。え、この人、あ、わあ、強そう。深川ってなんだか。あなたは。よろしく頼む。俺は上流、訳あって共に戦ってくれる人物を探しているんだが。そんな人が僕に何のご用でしょうか。あんたはスカウトに来た。僕はそのハンマーを軽々と振り回すあんたは相当な強さだという話を聞いたんだが。あ、そうですね。僕、中学卒業してからずっと現場一筋働いてきましたので、この愛用のハンマー、今では僕の一部みたいなものです。僕とこいつに砕けないものはないと思いますが。だろうな、手に馴染んでるのがよくわかる。そうですか。性格は大人にそうだが、まあ、強さには関係に、とにかくスカウトしてみよう。ナフカは俺のチームに入って一緒に戦ってみないか。ありがたいお言葉なんですけど、それってきっと無理っていうか、借金があるんです。仕事を始めたての頃、高価な、布石をハンマーで砕いてしまったんです。あ、資金しか弁済額が全部で500万円と言われ、僕はもちろん払えなくて親方が肩代わりしてくれたんです。ちょっとなんか詐欺っぽくない？相当やっちまったな。もうそれ以来恐怖ですよ。何をするにも慎重にって気をつけたら、もともと荒っぽかった性格までこんな風に。ともかくそれからコツコツ返済して、それではまだ100万円ほど借金が残っている。申し訳ない。それを返し切るまで親方の目の届かないところへ行くつもりはなくてすみませんが。借金か。仕事中話し込まれて悪かった。これ何？あ、100万集める。マジか。持ってるけど。じゃあ渡そう。ここに100万ある。これはあんたの借金当ててくれ。どうして100の他人のあなたが僕なんかのために。手付金みたいなもんだ。気にすることはない。本当にいいですか？男が一度出した金だ。そう何度も確認する必要はない。ダメです。受け取れません。遠慮するなと言ってるだろ。いえ、そうじゃなくて、そんな大金持ってるだけで怖くなっちゃうんで、お金は直接親方に渡してもらえませんか？頼みます。あれ、また深川さんじゃない。あ、違う。ちょっとあっち側にいたところにおるんか。あ、確かにここそっか。なんかめっちゃ悪そうだけど、親方。なんやんか。深川の知り合いだ。彼の代わりにこれを持ってきた。この金はあいつに聞いた。まだ返してない借金がこの額だそうだね。失礼やが、あんたはなんでこんなことを。深川に用があるんだ。だが借金を返すまではここを離れないと、そう言うんだよな。つまりあんたはあいつの身元を引き受けたんだよな。簡単に言うとそういうことだ。そんなの残念やけど、これじゃ地位と足りひんわ。あいつがハンマーで貴重品をぶっ壊した1台2のじゃなくての、深川に聞いてた話違うぞ。別の借金、ほんまはそんなもんちゃうんや。それに利子もの手そうやな。今じゃ1000万ほどやろうか。証拠はあんのか。あんた疑っとるんか。当たり前だ。払う気はないと。そうかなるしゃあないな。めっちゃ悪そうやん。助けてくれ。あっ、何、親方どうしたんですか。この男がわしをどうすんや。金なんか払えん、言うこと聞かな殺すと、うん、そういうことか。そんな僕の恩人をあなたのこと信頼してたのに、上流てめえ原型保てねえぐらいぶっ壊してやる。賞金戻りやっかわやっていきまーす。よし、騙されてかわいそうに。おお、強え。よし、オッケー。何しとるんやふかは。さっさとこの男ボコボコにしたらんか。はあ、でも何がでもや。お前の価値はわしの言うことをおとなしく聞くとこだけやろが。親方、もうこの役立たずが二度とお前に親方など呼ばれたないわ。自分を仕立てくれた男に随分な言いようだな。知らんわ、武家。またどこぞのアホな中卒捕まえてくればええだけや。世間知らずに借金背負わずなんぞ朝飯前やからな。親方、どうせそんなことだろうと思ったよ。親方どうして。おい、お前ら。深川がここを出たいそうや。うち中のお見送りをしたれ。深川より弱そう。親方、よくも信じてたのに。はーい、行くぞ。よし、倒しました。深川君一撃のダメージエグかったな。悪かった、深川、この通りや。親方、僕の借金はあんなもん最初から嘘っぱちや。もうええで、どこへないと言ってしまえ。泣いてんの。いえ、自分の愚かさを笑ってただけです。ジョリオさん、あなたはこんな僕のことをスカウトしてくれと言っていましたね。頼みます。僕の方こそあなたに恩を返させてください。このハンマーでどんなものでも粉砕してみせますよ。おお、来た深川くん。ハンマー男を解き放てクリアやね。ちょっと深川くんのやつ見忘れちゃった。ちょっと待って。あ、いた。深川くん、借金返済のため工場現場で働いていた男、愛用のハンマーを振り回し、どんなものでも粉砕する。炎に強く、熱さをものともしない強靭さを持つ。敵の血を引きつけて味方の盾となる頼れる男。おお、いいね、タンク。では続きやっていきましょうか。売れないホストの悩み、サブストーリーですね。やっていきます。あ、割と近いか。売れないホストの悩み、よくある話だな。こうがその話はそこで終わりとちゃうで。そのホストのレンジっちゅう男が赤目さん一押しの猛者なんや。あんたのチームに招き入れることができたら戦力アップ間違いなしやで。強いホストってのはどこにもいるもんだな。何のことやね。なんかゆうやとか思い出すよね。こっちの話だ。そいつに会いに行ってみよう。レンジはいつも小北町あたりにおるらしいで。はい、売れないホストの悩み。そういえばあれだね、キリュウちゃんのエンディングノートの動画にゆうやもおったな。おい、レンジってのはお前か。そうだわ、あんたは。俺は上流という、あんたが腕が立つと聞いてきた。俺はチームに入って一緒に戦ってみないか。それはありがたいお誘いやな。脇の効果はサンタの飯より喧嘩が好きでな。この年まで負け知らずや。暴れやない、嫌いやない。ぜひともお願いするわ。と言いたいとこなんやけどな。俺な、田舎からナンバーワンホストになったるって大見え切って大阪でできたんや。せやのに、いまだにナンバーワンどころかトップ3にも。男が一度宣言したことや実現さすまで途中でやめられへんわ。そうか。だからあんたなら実現不可能な夢ってわけじゃなく見えるわ。トップ3にも入らないなんてどうしてだ。そんなんこっちが聞きたいわ。接待には心を尽くし、連絡もまめにしとる。思いつくこと全部やっとるのに全然なんや。何か理由があるのか。局員でもちょっと聞き込みしてみるか。そうか、早くナンバーワンになることを祈ってる。これ何か所か聞き込みですかね。いや、一箇所だ。端っこですね。はいはい。あ、いた。この人見つけづらいとこにいるけど、すまないがちょっといいか。レンジというホストを知らないか。レンジ、なんか評判悪いそうやね。すまんけど、急いだにはほなな。レンジは客からの評判があまり良くないのか。次、ここか。はいはい。レンジというホストを知らないか。ホストのレンジ君な。店はたまに行くけど、いい噂聞けへん子よね。態度がでかいとか、カッとなと手出るとか。それはさ、本当なのか。さあ、どうやろな。せやけど、よう耳にするのは確かよね。次は明日ね。あそこか。なんやの、あんた警察はそれか探偵レンジついに事件でも起こしたん？そういうわけじゃないんだが、レンジは事件を起こしてもおかしくないようなやつなのか。なんや、人を刺したとかで地元おられへんようになってこっち出てきたとか聞いとるからな。噂に尾ひれがつきもんだが、ここまで来るとさすが疑わしいな。中身連絡して裏を取ってみるか。あら、もうええの？真相はどうなんだい？どないしたん、女優。初恋の子の名前？それはいらねえ。レンジが暴力沙汰を起こして田舎から出てきたって話を聞いたのが本当か。地元にいた頃喧嘩っぽやかったそうやけど、人を刺したなんてそんな事実はないで、事件レベルなら間違いようもないわ、断言できる。じゃあなんでだね。なんか噂を流してるやつがいんのかな。どうやらレンジの悪評には根も葉もない噂が混じっているようだ。もう少し情報が欲しい。すまないが、ちょっといいか。レンジというホストを知らないか。あ、知っとる知っとる。何、危ないやつやから指名したらあかんらしいね。その話誰に聞いたか覚えてるか？そんな覚えとらんな。あ、でもホストの子はよく言うてるかな。またレンジが困難してなとか言うのはホストの知り合いが多い気がするわ。同業者かありそうな話かも。今度ホストに聞き込みをしてみよう。はい。レンジってホストを知ってるか？レンジ、あ、いつきさんとこの新入りやろな。評判悪いやつらしいな。やっぱ有名なんですね、いつきさんってのが。レンジの店は古参のホストやもう長いことやっとって新人の頃世話になった人も多いらしいね。同じ店ならレンジも世話になってる可能性は高そうだ。ただ、いや、なんでもない。そろそろ時間やから。なんだろう。いつきってホストを知ってるか。あ、いつきさんか。そら知っとるわ。ホスト界隈じゃ有名人だね。面倒見のいい男らしいな。表面上はな。じゃあ裏の顔は？あ、救急車が通ってる。これ俺から聞いたなんて絶対言わんといてな。いつきさんよく知る人の間では同僚への対抗意識が強すぎるって前から有名でな。有望な新人が入ったりするとあの手この手で邪魔をして潰された若手は数知れずらしくてな。あの手この手って言うと例えば悪い噂流すとか。そんくらい余裕でやるやろね。最近だとレンジってこの悪い噂知っとる。あれの出どこも実はいつきさんやないかって。レンジは先輩ホストのいつきに悪い噂を流されてたのか。助かった、安心しろ。あんたのことは他言しねえ。はい、赤目さんやね。どうした？レンジの道をいつきって古株ホストについて聞きたい。あ、前々から新人キラーって言われとる男やな。さすがの情報網だな。あんたが知ってるのは信憑性は高そうだ。つまりレンジが被害者になっとるん。それをこれから確かめる。いつきの虫はわかるか。あんなそんなに何でもかんでもわからん。今な、小福町西のクラブサンシャインにおるようやな。蒼天堀にあんたは敵に回したくはないもんでありがとよ。乗り込みますか。はい。おい。この人。そうやけど何の用や。お前がレンジの悪評を流してるって聞いたもんや。そら同僚言うてもライバルやからな。そんなうちやの業界じゃ弱ることやで。だとしてもバレちまったらそこまでだろ。あいつの足引っ張るのはこれっきりにしてくれ。レンジのやつは本気でナンバーワンホストを目指してんだ。だったらなおのことやめられへんな。アホな田舎もんやから可愛がってやったんや。せやけどあいつめきめき腕つけて俺を超えられるわけにいかんや。思った通りただのやかみか。まあ、こうなっちまったら正々堂々勝負するんだな。もう一つ手はあるやろ。ほーやっていきます。あ、でも HP 高っ。オッケー。こすいことするからやで。そう声に懲りたは小細工はやめるんだな。さあレンジさんのとこに戻りましょう。お、また来たんか。上流さんやったな。覚えててくれたか。さあ毎晩何も覚えなあかんから訓練したもん。それでなんだよか。なんでやったんや。お前の店にいつきって古株のホストがやだろ。そいつがお前の悪い噂あることないことを広め客を遠ざけていたんだ。嘘や。嘘じゃねえ。いつきさんは田舎から来たばっかの俺を弟みたいに可愛がってくれたんや。いつきさん悪く言うのは誰だろうと言うさへんで。はーい。オッケー。月本人の口から聞いた。あいつがお前陥れてたのは事実だ。そっか、ショックやな。けどこれで俺もナンバーワンホストを目指せるようになったんやもんな。若干水さされたけど一見落着なんやもんな。今さらそれだけじゃもったいねえってツアーだな。なら投資でもナンバーワンを目指すっていうのはどうだ。最初に言うとったあんたのチームに入れってやつか。キャッスルの闘技場で一緒に戦おうぜ。当然なんか簡単に達成できる目標じゃねえぞ。キャッスル、噂で聞いたことあるわ。そうやな、そんなら。おお、てっぺん取ったるわ。お、来た、レンジさん。ナンバーワンホストを目指して大阪にやってきた男、喧嘩好きのボクサー崩れでやると決めたとことんやるタイプ、逆境に強く劣勢に立っている時ほど力を発揮する、攻撃的に立ち回りを得意とし、国会的に立ち向かうと、アタッカーか。はい、それでは今回ね、戦闘からやっていきます。鬼人会のね、やつらを引き込ませということで。近江連合を解散させるためにはね、渡瀬さんのことを心底慕っている西谷、3代目西谷誉が厄介なことになるということで、そいつをどうにか潰さないといかんっていうのは前回の話で分かりましたね。キーちゃん攻撃力上げてきたからな、金かけて。だから割と楽に倒せるんじゃないか、通常攻撃だけで。よし。あれれれれれ。あぶね。ちょ。簡単攻撃結構好きなんだよね、R1 と×で。ちょ、待って。これ使った方がいいか。これ使おうわ。ほら、よし。あかん、まずい状況ですわ。どうやら西谷会長もこっちに向かってるようです。あらら。あんたはヘリポートへお急ぎを。赤目がおるはずです。すぐキャッスル出て体勢を立て直さな。お前はどうすんだ。角野さんは会長と会ってあんたに逃げられたと話します。え、渡瀬の親父が出てくるまで俺は近江の人間や。表だってあの人には立てつけん。急にバタついてきやがったな。行く前に一発俺を殴ってってください。あんたを逃がしたと疑われるんです。はいはい、早ないですか。早ないですか。一応手加減はしたんだぜ。西谷が来る前にヘリポートへ向かう。赤目がスタンバイしてるはずだ。さあ、じゃあ入り口目指します。これ何、さ、鬼人会の連中襲ってきたりする。ああ、来そうだね。ああ、あるぞ。覚悟はいいか。オッケー。ここからあれ、ここから出るの？こっち？ここまで。ああ、ちゃかわかんな。はい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 。ほら、よし。おおおお、この糸出てんのって思うんだけど、あれ腕時計とかだっけ。え、どこ、ここ。まさかこっちに来るとはな。よし、じゃあまだ戦闘やね。よし、先に進む。しばらく寝てろ。バーグ寝てろ。何、キャッスルの舞台裏的な。あ、アイテムある。何ここ、何ここ、え、怖っ。よいしょよいしょ。入れる？入れないね。なんや。あ、こんにちは。すみません。これさ、雲聞かないで消えるよね。よし、オッケー。はしご下って、あ、これジャンプできないか。アイテム取りたい。いや、バキって折りそうで怖いんだけど、これ何。お、軍用防弾ベスト。じゃあ今装備何つけてるっけ私の。あ、ここ1個ねまだ解放してないんですよね。ないか。はい、あ、ここの扉を開けて、あ、でもない。あ、そうそう、ですか。あ、ここか、下降りろ。アイテムありそう、ここ。あったあったあった。よし。ラックアイテム。下降りる。めっちゃ敵降りそうじゃないですか、ここ。え、なんかいるんだけど、何やってんの。なんかちょっと怖いんだけど、何あれ。ここ階段登れね、登れるね。まあいっか。あ、でも上にも行けるんだよ。あ、上行っていいのか。あ、アイテム。わ、囲まれちゃった。そこでオッケー、終わりーと。HP 回復するか。あれはなんかここに下ろすっぽいね。アイテム使うか。HP を回復したい。何食べようかな。あ、セガのたい焼き。あんま回復しないか。お弁当食べよう。もぐもぐ。うめえな。ここもなんか取れそう。あ、これ雲か。はい。ほら。お、一番せんべい、醤油。それもいいんだ。あ、あそこもなんか取れる。おお、一番せんべい、塩。これどうにかして上に登らないとダメってことだよね。ポケットティッシュ、なぜか。でどうにかならんのかな。ならなさそう。上行くしかないのか。あ、はい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 。オッケー、登って、あ、ようやく進めたわ。なんか進め方わかんなくて積んだんだけど、積んだと思ったらあれやな、雲でどうにかしないといけなかったんやね。じゃあこの先進んでいこう。石がいっぱい。なんかな、他にもありそうだな。女性がいるんだけど大丈夫ですか？なんかさ、皿いっぱいもらえるんだけど、ここありがたい。おお、女性がいっぱい。一番揚げせんべい、めっちゃいいですね、お姉さんたち。お、戻ってきた。キャスの建物ない、こっちじゃない。キャスの中、こんななんかしっかり作られてるんだね。着火持ってやな、まさきやんないと厄介。ほら、よし、しばらく寝てる。で、今度はこっち。お、来た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 。あ、え、なんかこんな感じになってんの。へえ。なんかやばいのがいる。さあ、やっていきますか。覚悟はいいか。鬼。よし。引いたぞ。上流、なんでお前そんなに釣れねえんだよ。ここはサツだって来ねえし、お前の素性がどんなんでも許してやるってな。グラさんも外せよ。会長、もう勘弁してもらえませんか。上流は俺らにも素性明かさん言うとるんです。それはさっき聞いた。知らねえっつったろ。分かったよ。お、どうしても俺の面が見てえってんなら、鬼人会の会長さんにはタイマー張ってもらうか。上流、俺自分より弱えやつの言うことは聞けねえんだ。キリオちゃん、いいね上流。そんな風に言われたらビンビンになっちまう。あ、どこがですかね。おしお前ら手出すんじゃねえぞ。怠慢久しぶりでさ、俺ももう偉くなっちゃって、最近は誰も本気で相手してくれねえんだ。おかげで体が欲求不満。うずいてうずいてしょうがねえ。これから俺とやるのは喧嘩なんだよな。当たり前だろ。ただお前が死ぬまで終わんねえぞ。そっちがその覚悟でいるなら結構だ。俺も遠慮なくやる。よし、どっちがでかい男か任せてやろうじゃん。ゾクゾクが止まらねえ。あ、三章のボス西谷さんか。早速最初から行くか。それ揃ったん。HP が長えな。よし。おお、俊敏ですな。はい、ああ、ちょ、え、急に初めてか。あ、急に来たな。よし、いいぞ。ほら。このカウンター決まるの好き。よし。どうせだったらあれか、使っちゃおう。なんか回復アイテムいっぱいもらったよな。なんかコンビニのものめっちゃ買いまくって。よし。あ、ヒートゲージ大きくたまる。よし、これ使おう。それで、コンビニのものを買いまくって欲しいものなかなか見つかんで、オッケー終わり。ありがとうございました。会長。なんてざまだよ。俺もとんな間抜けじゃねえかよ。どういう意味だ。上流だって。違う。お前の名前はそんなんじゃねえだろう。お前は。死んだはずの男だ。ああ、分かってやがるお前。そっか、死んだはずの男だ。バレたらまずいやつか。でも俺の目はごまかせねえよ。会長、一体何を。お前も知ってたんだよな、鶴野。こいつの正体ただもんのわけねえと思ってた。こいつはあれだ、堂島の竜。バレてますそれで、じゃあ今回はここまでにしておこうと思います。じゃあ次回から第4章かな、やっていきます。お疲れ様でした。